第一空挺団は、陸上自衛隊の団の一つで、特殊作戦軍が創設されるまでは、陸上自衛隊唯一の空挺部隊であった。ブリゲードの故障でわかる通り組織上は、旅団総統の部隊として扱われており、団の長は、陸上自衛官人事業務規則等において、旅団長または、団長と示される通り、法律用語上同レベルの地位にあることを示す、または、 でて明示されている。陸上総体例下で千葉県船橋市の奈良市の中屯地に大本部を置く。部隊の標語は精英無比。陸上自衛隊唯一の特殊部隊である特殊作戦軍の創設の際には母体ともなった。また千葉体育長として校舎学校、受診学校とともに千葉県全域の災害派遣を担当するほか、 北部を中心に16-8町の災害派遣、広報を直接担当する。空挺団は本団のみで、第2、第3は存在しない。奈良市の中東地第1空挺団は、空中機動作戦、すなわち航空自衛隊の輸送機からの落下参考下による空挺作戦と陸上自衛隊のヘリコプターを使ったヘリボーン作戦を展開する能力を持った空挺部隊である。 また、各国軍の空挺部隊と同様、政権不評としててのの位置づけがなされているそのため正規軍相手の防衛作戦以外に、ゲリラコマンドの潜入に対して即応することを要求されている。東部方面大霊下ではあるが、防衛庁長官直轄の機動運用部隊と長らく位置づけられてきた。その後、2007年、高い即応性を持つ、 機動運用部隊として創設された中央速応集団の霊化に編成外となり、2018年3月の中央速応集団廃止に伴い、陸上総体霊化部隊に移行する。第一空挺団の事実上の前身は、太平洋戦争初戦の南方作戦のパレンバン空挺作戦などで活躍し、空の新兵と謳われた帝国陸軍挺身団である。第一空挺団は、 初代空挺教育隊長を務めるキヌバサ春、モトリと陸軍少佐に率いられ、帝国陸軍挺診断の元隊員だから、構成される、第一次研究員20名によって創設された。自由降下 C-1 からの自動作降下 CH-47 からのファストロープ降下 C-130、H 支援の第一空挺団、硬化1958年創設当時の編成。 団本部、団本部中隊、普通科軍、特化大隊、施設隊、無反動砲隊、管理中隊、衛生隊、空挺教育隊空挺普通科軍及び対戦車隊を廃止し、3個普通科大隊を進編。団本部中隊令下の通信招待を独立させ、通信中隊に改編。施設隊を拡充し、施設中隊に改編。 コブラゴールド演習に参加した第一空挺団の隊員毎年1月に奈良市の演習場で行われる第一空挺団降下訓練始めでの訓練展示における軽装甲機動車による突撃の無料降下訓練等。ラグビー部は関東社会人リーグ一部に所属している。様々な大会に出場し、かつては上位入賞の好成績を挙げていた。実際に 富士山で行われる富士登山駅伝では、滝ヶ原自衛隊と毎年優勝を争いをしていた。また自衛隊内での交流試合や大会などにおいても、常に優勝していた。近年では、衰退が著しく、重剣道は、初戦敗退している。背景として、志願者母数の減少と、景気回復による民間企業チームの力量向上が挙げられている。駐屯地の住所は、 千葉県船橋市役園台であり、船橋市奈良市の台や奈良市の市ではなく、中屯地名とその住所は一致しない。中屯地の名は、かつて付近一帯が奈良市のと呼ばれていたことに由来する4月の陸軍演習行行後、指揮官の篠原国管陸軍少将を皇居に呼び、演習した土地を奈良市の源と命名した。中屯地は国道296号沿いの船橋市と奈良市に、 隣接する住宅地の真ん中にあり、演習場の半分以上は八千代市高地となっている。また演習場の南側一部の境界はそのまま、奈良市,の市と八千代市との境界になっている。最寄り駅は新京成線奈良市の駅、または東洋高速線八千代緑川丘駅。戦線布告、第八空挺部隊総列機隊長、右向け左。自衛隊栄光、ミッドナイトイーグル。 クライシス公安機動捜査隊特捜班、公安機動捜査隊の稲見明が第一、空挺団出身の元自衛官、ゲート自衛隊彼の地にて、各戦いり、大規模な空挺降下作戦を実行し、帝国に奇襲をかける。ゼロの迎撃すでに壊滅した、特殊作戦軍の代わりとして、北朝鮮特殊部隊の拠点と思われたビルに一個分隊が、 突入するが、罠にはまり爆発に飲み込まれてしまう。また、金視町に立てこもる北朝鮮特殊部隊の別動隊を相当。警察力では立ち打ちできなかった別動隊を制圧した。土幕の花ソマリアの国境付近で墜落したヘリコプターの捜索救助を行っていた陸上自衛隊の空挺団の精鋭12人が民族紛争に巻き込まれてしまう。 東京異世界戦争自衛隊、異界生物を迎撃せよ、異界生物に襲撃されていた東京消防庁の特殊救急車を救助し、聖バジル国際病院の警護を担当する。暗殺教室防衛省のカラス艦オモンミシンが第一空挺団の出身者。空母イブキ中国軍に占領された与那国島を奪還するため、特殊作戦軍と共に C-2 から、 空挺降下作戦を行う、柔らか戦車、ありがとうございます。